洗濯物そこに置いたら、電光掲示板で宣伝してる人に怒られるぞ。ここから右に行ってこっちから帰ってくるまで挨拶したいと思います。唐揚げバグ揚げ玉焼きでーす。本日はですね、いや、今日はですね、ポンポンポン。はい、こちら何かわかります？まず一番右はわかるよね、さすがに。今の俺のアイコンなんだけれども、真ん中と左、これわかる子はわかると思うんだけど、俺の歴代のアイコンなのよ。左から右にかけて新しくなっていくんだけれども、一番左だったのよ最初で。今回3試合今からスプラトゥーンやるんだけれども、このアイコンの時みたいな感じで実況してみようかなと思って、ちょっと懐かしい感じを今日はちょっとやろうかなって思って。たんだけど、ごめんごめん、ほんとごめん、マジごめん。なんか急にここ一周したくなったわ。うん、ちょっと一周してくる。一周したぜ。はい、どうもー。スキヤで働いてた時に牛丼2ダク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 でふざけて、あのヤンキーみたいなやつに言われたから、ガチでダクダクにしてお茶漬けみたいな感じで持ってったら、ヤンキーにガチでぶち切れられた。どうもアキです。久しぶりすぎて、すごい、なんか緊張しています。はい、どんくらい緊張しているかと言いますと、ですね、スキヤで働いてる時にヤンキーに、なんかバニラアイスって頼まれたから、バニラアイスを持ってったらミニライスって言ってたみたいで、ヤンキーにガチでブチギレられました。こんな感じだったっけ俺。うん、多分こんな感じだったかなみたいな感じでやってるけど、こんな感じだった俺。うん、俺の実況って今まで。うん、しょ。で、今さ、うまかったじゃん、若葉。ですね、俺、スプラトゥーン1の時、若葉レース行ったんすよ。だから若葉を久々に使っております。見てください、この M。どうですか、皆さん、この若葉の。マジ、スプラトゥーンでね、その、最初の実況はもちろんね、うわぁ、危ねえなぁ。バルト早く。てめえ、スプラトゥーン1の時のうまさを、はい、もう、スプラトゥーン1の時からもう俺はうまかったですから。なんなら俺の全盛期って言っても過言ではないかもしれない。え、相手回線落ちしたよ。え、ちょ、嘘でしょ。はい、そこ。ごめんね、バリアなんか使って、ボムコロッてしてこっちからさ。いや、これさ、こっそりバレてます。で、来るんじゃない？こうやって置いとくよ。もう最悪マジ。どっくらい最悪かと言いますと、あれですね、スプラトゥーン中に、腹かゆいから書こうとしたけど、スプラトゥーン中だから急いで書こうとして、結構ガチでガリってやっちゃった時ぐらい。はい、かゆいです。あ、かゆいですじゃない。嫌です。はい。で、一回、クラゲにボム投げときます。はい。はい、あれ、入浴剤です。はい。この辺の、温泉は全部オレンジ色になると思います。最初のカバーあります。カバー、カバー、カバー。バカバカバカカバー、2枚やるんだよ、これ。うわー、オッケー。あー、敵がワイプアウトしたと思ったら自分や。うん。そのタイミングでじゃあ出すのやめて。てか待って。こんな感じだったっけ、俺。こんな感じだったっけ。どんな感じだった？なんならマイク、ただこん時、まだ3000円とかだったから、クソ音質悪いよ。うん、ちょっとその時のマイクもないからさ、無理だったけど。しかもなんなら実家で俺やってたから、その時。なんならあれっすよ。もっと静かめだったんじゃない？うん。うるさく実況したくて、俺だって。あれだもん。うるさく実況したくてなんか引っ越しましたみたいになるけど、まだ一人暮らしだった段階ですからね。いじめないでください。お前の顔超ファーキー、お前の顔マーキー、このペンはマーキー、みんな大好きあげ、トゥルトゥルトゥル、チャンネル登録してくれたら嬉しいな、仲よりラッキー、ポケモンラッキー、出会いにラッキー、出会いは偉大、偉大と言ったら偉大なも、ダイナモ、死ぬよダイナモ、やウェイ。ちょっと待って、この歌歌った瞬間に強くなったな。なんで？え、なんかその呪いの歌みたいになるじゃん。え、なんで？今ずっと3対4でもいい戦いしてたじゃん。なんかね、性格悪いやつみたいになる。なんか3対4の3人相手になんかすげえなんか呪いの歌歌った人みたいになるじゃん。そんな寒がんないでって、俺だ、うちの子だったわ、うちの子。なんかできてたかな、昔っぽい感じで。なんか別に今だったくない？昔の感じどんな感じだか忘れちゃったんだけど。お前の母ちゃんファンキー、お前の顔マッキー、このペンはマッキー、みんな大好きアッキー。いやでも今のなんか俺感なかったな。もうちょっと、やばいやばい、パンツ
君みたいなことやればよかったわなんかさ、別にさ、キャラを変えようと思ってさ、今までやってきたわけじゃないけどさ、やっぱおのずとさ、実況とかもさ、落ち着いたら上手くなるわけじゃん。その一生懸命さがこの2試合目ではさらに出るかもね。スプラトゥーン1の時はまだね、自分の実況を探してるとこだったんだけど、この、もう、これ今あの、はい、こちらのアイコン、はい、もう金髪になっております。はい、でもまだワックスつけててね、まだちょっと可愛いこぶってるとこなんですけど、この辺はちょっとあざとさ全開だった気がします。いや、どうなんだろう。でもそんなことないから、下ネタもバンバン、もう叫んなよ。 B ボタンが効かなく、ガー。でもこん時のアイコンぐらいから多分一人暮らし始めたと思うんだよね。で、ここでムニと出会うんだ。ムニ、こいつと頑張るみたいな。で、なんで一人暮らし始めたかっていうと、マジ実家でこんなうるさいのを夜中とかにやってて、まあ親に怒られてみたいなそう、なんかうちの親さ、俺のこと大好きだからさ、25、26になるまでは家出んなよって言われてたの。でもあまりにもさ、コラボとかだと夜中になっちゃったりして、あまりにもうるさくて、なんかもう諦めたのか、いいぞ一人暮らし、お前本当に油物だけは使うなよっていう、もう諦められたみたいなぐらいのとこあったからね。これ発狂実況してなかったらもっと言われてたかもしれない。どんな感じだったっけな。まあ、とりあえず一生懸命実況するぞ。俺だ、そこだ、うわら、ちょっとシャテラが、マジわかんないこの時の俺。てか変わんないんじゃね。一生懸命やってたから。もうカントリーの牛さんいるじゃないですか。あの中の一匹を乳搾りしたいですいや普通にね、経験としてやっぱしたことないからさ、牛さんの牛乳、俺牛乳好きだからさ、そうモニューってやって、シューってちょっとやってみたいなみたいな感じで思うわけですよ。分からん、あの時の俺どんな感じだった。逆にみんなこんな感じだったよってあったら教えてほしいぐらい。はい、これうまいよ。スプラトゥーン、はい、味方とのコンビネーション、さあスパイダーマン行くぜ。こんにちは、どうもスパイダーマン、くさ行くぜ。とりあえず俺は勢いがすごかったってことだけは覚えてるからな。俺だ一番やるで。かかってこいよ、はい、ここだろ、ここだ、うーば、いや、こん時のエンディング確かね、 NCS だっけ、でれ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 でみたいな感じだったんだよな。懐かしい、マジ懐かしい、やばいやばいやばい。6キル級です。スプラトゥーン1の時強かったのに、2から雑魚になった感もちゃんとしっかり現れてんの、やめて。唐揚げもがが、ダバアキです。あ、これだわ、今の俺って感じする。昔は、ハケオインの子がダバアキですみたいな感じだったんだよね。うわ、懐かしい、なんか意外にやってるやな俺って、懐かしいと思うぐらい。もう長いもんな、言うても。あ、君さ、はい、これ代わりくれ。おい、ゆい、いや、このローラー使ってる感じ懐かしい。だ、これ普通にやればいいだけだもんね。はい、ここにイモリです。いや、でもイモリですとか昔っぽかったけどね。今ってどう、はい、これ待って、今俺じゃん普通に。いや、やばい、なあ、んこつの唐揚げを鼻の穴に入れて思いっきり吸ってみましょう。そうすると鼻の軟骨と唐揚げの軟骨が入れ替わっちゃって、鼻が高くなります。はい、全部嘘です。ちょっと待って待って、今の俺ですらねえこと言い出した。あ、これね、大丈夫、俺には来ません。オッケーオッケー、で来るんだよね。分かってんだ、なんとかんとか、なんとかなんとか。ちょっと待って待って、今の俺が、じゃあ瞑想しだした、やばい、いろんな俺が出てきすぎて今の俺が分かんなくなっちゃったんだけど、どうしよう。で、これホップソナーがあるからって安心してるとこを食っちゃいます。で、ここも食っちゃいます。はい、ここ食っちゃいます。無理でした。はい、いや、でもこうやってさ、アイコンさ並べるとさ、結構変わってきたよね。なんか昔は茶髪だったのに、なんか今は金髪で、なんかどんどんね、なんか最初の茶色のやつはなんかみんなの想像みたいな感じでできた俺だったの。でも俺が作り上げた俺はこの俺なのよ。もうよくわからん、俺が作り上げた俺はこの俺なのよっていう、もう意味わからん日本語も言うんどいて。でも本当にそうで、金髪でね、なんか元気な感じ、なんかね、別に俺元から元気っていうキャラでやってこうとか思ってなかったの。今はさ、やっぱ元気もりもりって感じでねやってるけど、なんかね、そう、みんなが元気だねっていう感じになって、言われすぎて、俺って元気ねえ、俺って元気なのかな。俺はそうは思わないんだけど、
やっぱ冷静クールでイケボでイケメン、はい、もうこれが、まあまあいろんな歴史があってね。マジで前はちょっと黄緑色だったっていうのちょっとウケるよね、うん、今では黄色だけど、なんか最初黄緑色のイメージで持たれてたっていうね、謎いよね。でこれ芋って、はい大丈夫です、俺の見ててください、芋にねー見た今のローラーで、これ気づいてないふりして、気づいてないふりっていうか敵も気づいてなかった気づいて、あでこれねやっちゃうよ、あそこ入っちゃったらねやれちゃうんだな。でここにイマリです、イマリです、でここに潜伏、ここにで、もうねどっか行ったと思ってるんですよ。で降りた瞬間が君の、あっ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 そあっあっあっそこかい、そこだったか、まあ、いいやこれヌーローと、あそれはキュッてやってここなんでしょねえ、ここなんじゃないの、ここなんでしょ、でさここイエーイ全部俺じゃね、普通に昔の俺できてた、普通に全部俺だったくないもうわからん、今の俺がもうわかんなくなっちゃった、もうどれが俺なの、ちょっとみんなもねなんかその教えてほしい、みんなから見て俺ってどなんなん、俺こういうとこなんだろうな俺って